アディゲ共和国は、ロシア連邦を構成する共和国の一つ。別名アディゲ共和国。北高ーカサスに位置し、周囲をクラスのダール地方に囲まれている。アディゲ人は、イスラム系の少数民族で、アディゲ共和国は1922年にソ連の自治州として設立された。当時はクラスのダールが共和国の中心都市であった。 その後、イスラム教国であるトルコやシリアへの移住が進み、現在では、ロシア国外の居住者の方が多くなっている。同時に、ロシア人の入植者が増えたため、現在では、アディゲ共和国の人口の大半は、ロシア人となっている。アディゲ人とロシア人の関係は良好で大きな、人種問題は起きていない。2010年の国勢調査では、ロシア人63.6%、 アディゲ人25.2%、アルメニア人3.7%、ウクライナ人1.4%、クルド人1.1%、タタール人0.6%となっていた。アディゲ共和国は、モスクワ時間帯の標準時を使用している。時差は、アトクプラス3時間で、過時間はない。ありがとうございます。